水野板た県は、南北朝時代の武将。尾張国山田軍、水野郷、志田三里を拠点とした豪族である官武兵士高持、王竜水野氏の総領。水野板た氏の子。子に、松室茂、板須高がある。松室秋友。父、松室氏の死後、松室県が、幼少のため、叔父の松室国が総領として貢献したとされるが、やがて、 水野氏の主導権をめぐって、松室国と争う。菅能の上乱が起こると、松室国が、足利高氏方に属したのに対して、松室県は、足利忠義方に属し、菅能元年、忠義方の今川長子に従って、黒田塾の合戦に参戦し、同年、美野、青野ヶ原の合戦に参戦し、河諸直軍と戦う。菅能二年、忠義に従って、 関東に移る。文元年2月に、忠義よが没すると、翌雨流2月には、南朝方の新田義雄に従って、武蔵、相模において、高氏軍と戦う。同年5月、義雄より、和ず国須賀港内最早橋、武蔵区に足立軍花また号が与えられた。同年6月、佐門の城に推挙された。一連の武蔵の合戦の後、 関東における南朝方の挙兵が鎮圧されて以降の消息は不明であるが、最終的には水の号に帰還し、松室国の権益を吸収して伝来の所領を支配するに至ったと考えられる。ありがとうございます。